畳た良造8月26日隊は、日本の医師、政治家、京都府舞鶴市長。循環器内科を専門としており、日本循環器学会認定循環器専門医、日本心血管科テーテル治療学会指導医、日本内科学会認定内科医、日本心血管インターベンション、治療学会名誉専門医である。石川県下北郡高松町出身。 金沢大学医学部医学科卒業。同大学大学院医学研究科博士課程修了。1980年、同大学第二内科に入局。脂質代謝の研究を行い、1982年に舞鶴教彩病院に内科医院として赴任した。以後、舞鶴教彩病院で地域医療を支え、専門領域である循環器過信。 カテーテル術で京都府下一位、近畿地区でも故意の手術を手掛けた。しかし、2003年に私立舞鶴市民病院で医師大量退職が起こった。平成に入って舞鶴市の周辺市町村に中核病院ができたため患者人口が激減し経営状態が悪化。当時の舞鶴市民病院は臨床研修教育の第一人者として知られる。 副病院長の下総合内科への要請に注力していたが、市が総合内科を廃止し、専門診療科を充実させる方向での検討を始めたことが要因であるという。そのような中、畳は地域医療への尽力を続け、2005年には同じく循環機種で、金沢大学卒の岩瀬昭蔵から病院長を引き継ぎ就任。舞鶴市民病院再建を図る。 委員会の委員にも就任した。当時の市長であった江森光沖は市民病院の自力再建を断念し、2006年1月に療養型中心に転換して民間委託する方針を発表したが、医師確保などの問題で実現せず、同年6月には唯一の常勤医であった委員長が退職。このため防衛庁は期間限定で自衛隊の医官の派遣を行っている。 2007年に斎藤明が市長に就任すると同じく舞鶴市内にある国立舞鶴医療センター、舞鶴赤十字病院、舞鶴市民病院、舞鶴共済病院の4総合病院を統合し、一つの基幹病院に再編する案が浮上した。畳はこの案に経営母体、経営内容、医師の派遣元大学が違い、 もともと一つになり得ないという理由から強く反発し、舞鶴共済病院も再編案から離脱した。2010年12月、翌年2月に予定されている舞鶴市長選に出馬を表明、舞鶴共済病院を退職し出馬。2011年2月6日に行われた舞鶴市長選において、現職の斉藤明を大差で破り、第20代舞鶴市長に就任した。 畳は市長に就任後、四つの病院を、あたかも一つの総合病院として機能させることに、取り組んだ。まず、心臓外科と循環器内科を強みとしていた、舞鶴京西病院には循環器センターを、整形外科やリハビリテーション科を強みとしていた、舞鶴赤十字病院には、リハビリテーションセンターを設置。舞鶴市民病院はかねてから不足していた。 医療型療養病床に特化した病院とした。そして病院間を循環バスで結び、病院間共有のネットワークシステムを構築して、患者が複数の診療科を受診しても不便がないように、計らった。消化器内科、眼科などは、それぞれの病院に残っているが、集約化していく構想であるという。また経済活性化対策として、マイズルブランドの発掘と、 育成に取り組んだ。人口の自然源を交流人口の拡大でカバーするため、市のブランドを赤レンガ、海、港に特化し、魅力を積極的に PR し磨き上げた結果、2003年には115万人だった観光客数が2014年には231万人に倍増している。2015年2月に舞鶴市長選に立候補し、 初めて自由民主党と民主党の推薦を受け、共産党推薦候補を大差で破り再選を果たした。2016年、第11回マニフェスト大賞で最優秀賞を受賞。1期目は病院長であった経験をもとに地域医療に取り組み、2期目は前鶴番地方創生として市町村としては7番目に総合戦略を策定したことなどが評価された。 2018年4月4日に行われた大相撲舞鶴場所にて、土俵上での挨拶中に突然倒れて、救急搬送された。搬送先の病院での精密検査の結果、蜘蛛膜下出血と診断され、直ちに手術が行われた。手術後、容体は安定し、約1ヶ月間入院して療養、リハビリを行った。6月14日に退院し、 同月28日に公務に復帰している。土俵上で倒れた時、応急処置のために畳がかつて院長を務めていた。病院の看護師が土俵に上がった。これに対して三段目角の行事が女性の方は土俵から降りてくださいとアナウンスしたことが物議を醸した。同日夜に行事が動転して呼びかけたものでしたが、人命に関わる状況には、 不適切な対応でした。深くお詫び申し上げますと、八角理事長が謝罪のコメントを出している。畳は6月28日の公務復帰会見で、行事のアナウンスについて、少なくとも救命措置がいる場合においては、男も女もない。助けに行くのが原則ではないかと語ったが、行事本人に対しては、しきたりの中で育っている。何の悪気もない。責めるわけにはいかないとした。 アナウンスを行った三段目閣行事は、同月30日付で辞職している。2019年2月に、舞鶴市長選に立候補し、自由民主党と公明党の推薦を受け、共産党候補を大差で破り参戦を果たした。2021年には、2019年、新型コロナウイルスのワクチン接種について、高齢者はなるべく動かさない方が良いと医師の立場から、提案を行った。 予約を不要とし、地区ごとの会場に、高齢者が着席をして、待機、医師、看護師が巡回して接種し、接種後20分は、着席を続けて、経過観察を行い、副反応が起きた時の転倒も防ぐことができる、独自のマイズル方式で、高齢者への接種が進められている。ワクチン接種に携わる医師が足りないきは、医師である、自身が役割を買って出て、救急隊員や、 高齢者ら約300人に接種を行った。7月12日からマ鶴ズルで東京五輪前の事前合宿を行うウズベキスタン柔道選手団に対応する市民120人のワクチン接種にも当たり、7月2日に2回目の接種を終えている。ありがとうございます。